はい、はい、今日は入卵の日なのでこちらの卵ちょっと少ないなを少ないね少ないですね入卵の準備をしていきます。はい、いつもパンパンなのに。そうね、まあしょうがないね。よあれもうそろそろ終わる。いやまだ終わらないはず。ただ棚に卵を並べるだけの動画です。いいよ。よ。あ。いやその箱の取っ手のところだけ掴んでた。取れそう。え。うん。意外と頑丈ですけど。じゃあそれをここだけだよ。うん、さっきここだけ持ってた。ああ、それはちょっと不安だ。またどうなることや。7、8、9、10、11、12、24。気質を上にしないと生まれてこない。うん、生まれてこないってことはないのかな。気質を上にするといいことがある。いいことがあります。あと食べる卵だって長持ちする。知らない。え、知らない情報だ。え、だって食べる卵は長持ちも何も 日付が来たら捨てるでしょ。まあ そうなんだけどそれでも鮮度ってあるじゃないですか。あの何でも鶏も何も。へえ、知らなかった。思い出した。私もこの前調べて初めて。うん。さて、あ、いいよ、書いていくので。何回もやってるはずだけどさ。うん。これってさ、筋張りとか書かなくていいでしょ。うん、うん。書かなくていいです。いや少ないな。早く終わるけども悲しい。早く終わって嬉しいのに卵は少なくて悲しい。きめちゃくちゃ割れてる。それでも生まれるの。いやちょっと可能性は低いよね。殻も良くないし。まあまあでも売れないし入れるしかない。それなら入れてみようという。でもあれだよね、ラップで生まれるんだから殻がどうとでも生まれるんじゃない。いやあれは結構ちゃんと呼吸量とかを考慮してラップしてる気がするね。本当？いいよ。はいはい、これで全部ですね。少ないな。29個。ああ、そんなに少なくないか。はい、でははい、ということでお昼まで待ちます。昼過ぎまでこのまんま。はい、あっちにいるよ。イエーイ。さっさっさ、お昼に、お昼というか5話、6話、7話。あ、そうそうそう、5話帰ったって言ってた。すごいね、ありがたや。いいペース。あ、でもだけしかないんだ。でも半分ぐらいはまだ40個、今回何 30X しかないってことを、これに入るって。これだって40個しかない。29。
うわ、少ねえ。悲しいね。なんだ、聞こえない卵が。悲しい。危ない危ない、貴重なタバコ29個しかないのに。いよいよ、なんか去年もっといっぱいあった気がする。めっちゃあった、めっちゃあった。だってもうここ今次90番があれですけど、うん、140ぐらいあった気がする。あ、そう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 、めちゃくちゃあったもん。本当に今年少ない、少ないのに、うん、さらにそこから生まれない。そう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 、いや本当悲しいよ、何なんだよ。鶏もさ、なんかさ、卵の値段めっちゃ上がったじゃん。はい。そういうの関係あんのかな。いや、今年はもうどの鶏も産まないみたいなさ。え、鶏の卵の高騰は鳥インフルですよね。とか、あの、ロシアとか。ロシアって何？え、あの、戦争とか関係ない。ああ、ロシアね。うんうんうん。それか。その、なんだろう、あの、飼料の高騰が全てが原因ですよね。ああ、それもあるか。で、ニワトリの卵が上がってるだけか。で、産まないは違うか。産まないわけじゃないとは思います。あ、最近あの高いですけど、スーパーに高い。高い、高い。高いけどある。300円。そうですね。300円ぐらい、うん。高くなった気がする。そうなんですよ。いやだ、いやだ。あれですよ、さっきお客さんの、うん、ダチョウの卵買おうとしてました。あ、あったあったあった、買おうとしてた。ただ、なんか一人暮らしなので、30人前って、すごく驚かれた。まあそりゃね、そりゃ私は、うん、あの、いや、やめた方がいいですよって言いますよ買おうとしたけど、もう、いや、もう卵焼き、うん、か、うん、嘘はつけんよ。いや、いけますよ、全然みたいな。奥さん、まだまだいけるっつってこれぐらいなら一人食べられますよって。それはちょっとね、ダメ。私は両親が許せない。無責任なこと、ね、そんなことはできないそんなことはできない。いや、もうあれね、5人ぐらい。え、コニタ何人ぐらいなら食べられると思う？なんか男がメンズで、男が、うん、少なくても、うん、3人いればいけるんです。あ、まあ料理次第ですけど。俺2人で前に池田さん食べた時は気持ち悪くなったかっこいいもう食えねえっつって、は、3分の1とかはもう泣く泣くせだもん。え、生ですか？ね、オムレツ作った。うん、覚えてる覚えてる。なんか欠けちゃった卵があったから記念に食べようみたいな、もったいないしみたいな感じでやったけど、いや2人でも無理だった。全然3人いける？一回やってみなよ2人で食べきれるかやってみれば。あ、じゃああれですね、この間、あの、この間というか、うん、藤原の超合金が、あ、うん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 、一人一つやってたね。やってたのはやばい。あれすごいよ、すごい。やっぱね、やっぱプロはすごい。卵かけご飯で食ってましたけど、プロはすごい。やっぱそういうの感じるよ、やっぱ全然減らねえ減らない減らないいくら食ってもマジなくなってえもんあとなんか飽きてくんだよね、やっぱずっと同じ味だから。なんか途中で醤油ぶっ込んだりしてました、ね、うん。あ、だから調理法を変えてくれればいけるかも。あ、そのこれはオムレツ、そうそうそう、これは目玉焼き、これはスクランブルエッグみたいな。あ、確かに、うん、これ茶碗蒸しとかやってくれればいけるかもしれない。メニューの数で勝負で。そうだね、そうそうこれなかったから、そういう料理レパートリーないからオムレツ一本やりでやったらそういう結果になった。あ、でもホットケーキとかにしちゃえば。ああ、確かに、うん。あ、シフォンケーキとかね、そういうケーキにしたらいけるね。なんか前みんなで行ったやつとか、うん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 、すごい料理屋さんとかね。確かに確かに、あれ食べれんならね、確かにいけると思う。ということで、少人数で卵をお買い求めの方は経費にしてください。そうご注意を。うん、これ塞ぐんだ。いやね、ね、ワンチャンのこれ過去にあるの。これでポイント生まれたこと。あれ、なんかどっかの学校で、うん、その、か、金なしの
卵、うん、ラップで卵を産んでたんですよ。ラップで鶏作ってたんですよ。マジでラップだけ？フラのコップにラップ敷いてそこにパカってやって、うんうん、鶏が。マジで？あ、お客さん来た。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。さあ、はい、ということで気を取り直して。テイク2。続きだよ。またそこいらっしゃいませ。うん、それね、あった。過去ね、2回戻ったことある。前、一人で勤務してた時。なんかもう、なんか違う日にやった方がいいかなってなりそうなるとこ。いや、ほら。一人の時は接客に勤めろっていうことなのかなって。少ないね、ほんと今日。そうなんですよ。あっという間だね。悲しいな。鉛筆で記入するやつもすぐ終わっちゃって、うん、だからか、うん、朝早かったもんね。そうなんですよ。2人でやってもらってさ、あれもう来たと思って、割と結構時間かかるじゃん、これ数あると。そうなんですよ、全然なくて、うん、まあ、鉛筆で書くのが楽なのはいいんですけど、スマホの個数がないのは悲しいねって。悲しい、なんかやりがいがないっていうか、張り合いがないっていうか、なんかしかも2人でやってそこ終わって。ああ、そうね。で、これに入れたら今度は日付を書きます、はい、入卵をした日と、孵化する予定の日をメモ用紙に書きます。入卵は8月の11日。そうですね、8月11入卵。生まれるのいつなんだろう。9月30日出て8月の11。1、2、3、4、5、6。9月の22じゃない。あ、6週間なんですか。そう、6週間、42日。え、今更？あ、今更。今更？今更？ちょっとこれ、だって業界の常識みたいなところあるよ。6週間リターン。え？もう今更？1年半、何これ、これ知らずに行けたんだ。どうやって決めてんだろうな。あの、あれですよ、あの、僕が一人にやることはなかった。ああ、必ず誰か、どっちかがやるから。で、僕いつもあのカメラ回してる人なんで。マジか。あの、で、ほら、最近衝撃。2日解除ぐらいは一人でできる。で、一人やってるとこ撮ってたもんね。そうです、そうです。負荷とかをやってるのに知らないのは悲しい、これはちょっと、ということで、僕はもうできるようになったという。そうね、これもできるじゃん。何かあったらこの動画を見れば自分でできる。そうだ、6週間。確かに、あ、すごいね。はい、以上。はい、以上、入卵でした。はい、お疲れ様。はい。